豊山県とは、朝鮮民主主義人民共和国豊山群原産の、狩猟用犬種である。朝鮮語では、文産ゲと呼ぶ。日本犬とは、血統的に近く、期限前から存在していた。もっぱら猟犬として使われ、鹿やイノシシのほか、かつては、朝鮮虎の狩猟にも使われていた。狩猟は1から3頭で行われるが、非常に力が強いため、一度かみ止めされると、 獲物は逃げられなくなり、そのまま仕留められた。優秀な猟犬であったが、徐々に数が減少し、その後は数が著しく減少してしまった。そのため、1942年、当時朝鮮半島を統治していた朝鮮総督府が天然記念物第128号に指定した。戦後朝鮮が日本国の統治から離れる幸福と共に国宝に指定され、 同時に第35代重要天然資源にも指定され、保護が行われるようになった。現在豊山県の頭数は回復しつつあるが、未だに希少犬種であることに変わりはない。そのため、多くは動物園などで飼育されていて、一般市民には全く普及していない犬種である。近年メディアに露出した豊山県に関するニュースは、金小日総書記がプリンセス天候に一等の、 豊山県を送ったことと北朝鮮政府と韓国政府が友好の証として津貝の豊山県と沈騰県を交換し合ったことである。日本犬のようなスピッツ型の犬種でがっしりとした筋肉質の体格をしていて足が長い。立ち耳、薪尾で紐は短めで厚い。毛色は白が多いが赤、灰色、黒、トラゲのものもいる。 体高55から65センチメートル、体重25から35キログラムの大型犬で、警戒心が強く、一人の主人にのみ忠実である。大韓民国のテレビドラマ、トンイでは、豊山犬のように何かに食らいついたら、絶対に離さない根性の持ち主ということから、主人公トンイの愛称が、豊山である。また、チョンジホンの映画、ンンでは、 韓国と北朝鮮を行き来する運び屋の主人公がプンサン家と呼ばれている。ありがとうございます。